ちは、こんにちは、後ろの方もこんにちは、こんにちは、ありがとうございますね。我ら名古屋おもてなし武将隊でございます。拙者陣形隊の東馬と申します。元気と申しますね。武将の方々をお助けするため、津々浦々の戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊陣形隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございますね。さあやってまいりました、はい、名古屋市立大学、今ね、はい、市大祭といってさようにございます、ね、お祭りでございます。さようにございます。皆さん盛り上がっておりますか。ちょっと盛り上がりが足らんのじゃないですか、後ろの方の方。もう一度皆さん盛り上がっておりますか。いやもうね、あちら年下様のね、うちわがね、掲げられておって、輝いとるな、あれ。受け入れモードはね、万全でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあさあ、ことびはですね、はい、我々名古屋城から参ったんですけれども、はい、皆様に、紹介したいことが2つほどございます、はい、まずは1つ目、我らが名古屋城にて行っております演舞を今から披露いたしまする。はい、それにあたり皆様にお願い事が1つだけございます。さよ。この後演舞の中で勝ち時と申しまして、えいえいおえいえいおえいえいおと声を上げる場面がございます。そちらをここにおります皆様と一緒に上げてまいりたいと思っております。ゆえに一度だけ本番の前に練習いたしましょう。皆様右手の拳を上げていただいてもよろしいでしょうか。さあ、ここにいらっしゃる皆様で勝ち時を上げてですね、はい、お願いいたしますね。演舞盛り上げてまいりましょう。それでは拙者が勝ち時じゃそれと申したら永遠よと3回お願いいたしますね。はい、それでは参ります。皆の者、勝ち時じゃそれ、えいえいおえいえいおえいえいお。素晴らしい、ありがとうございますね。ありがとうございます。はい、そして2つ目ですね、あ、我ら演舞の後ですね、はい、今こちら後ろに掲げられております旗もございますけどもね、うん、はい、消費者トラブル三英傑といってですね、さようにございます、まあ、現在のですね、こちら名古屋市消費生活センターが行っております、うん、若者のですね、うん、こちら消費者被害の防止キャンペーンもね、さようにございます、我らキャンペーンを行っておりましてね、はい、そちらの方もね、皆様に大事な情報は伝えたいと思っておりますので、さようにございます、演舞の後にはですね、そちらもお楽しみにいただきたいと思います。お楽しみくださいませ。さあではですね、我ら名古屋おもてなし武将隊演舞を行ってまいりまするが、我ら名古屋おもてなし武将隊は演舞400年前より蘇りし者の集団、本日は現世という戦国の生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は大変なれぞ、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前、戦国の世と何も変わりませぬ。ゆえに方々はよみがえる。清正、ここはどこじゃ。戦場にございます。ここは桶狭間か。違いまする。ここは三方ヶ原か。違いまする。では刑事、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。日の本の国、平成の山合戦場にございます。面白い。皆の者、出陣じゃ。さあ、宮の衆、手拍子じゃ。Fuck!
川本当は人は懐かし愛したいされるは小野上智天下御免の歌舞伎者前田圭司何だと思う乱暴者勝手極まる者どちらも違うのはそれをたわけというのだ歌舞伎者とは決して信念を曲げぬ決意せよわしの名は前田圭司じゃあ秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男忠義を尽くして城を築く加藤清正いやいやかつて我が主秀吉様のために戦場を駆け抜けし日々があった天下がいかに打つのと忠義ってそびえ立つ石垣は我が思いの高さよわしが加藤清正であれいや竜を背に梅を心にこの道にまで歌舞伎たるがや前田利家わしが前田家の未来を示す道しるべとなろう阻まんとする者現れようとも我が槍にて道を切り開いてくれるわ我こそは一番槍前田又左衛門と信えなりえぇや皆の者勝利の前祝いじゃ勝っときあげようはっ名古屋とここに集まりし皆々様の明るい未来を願って勝ち得者それえいえいおえいえいおえいえいお我らはここに蘇る我らはこの時代を生きる皆の声を聞いた必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いただから我らはここに蘇るどんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか共に悩もうではないか共に喜ぼうではないか共に楽しもうではないか共に生きようではないか参る名古屋おもてなし部招待参る
ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし部総裁が日頃名古屋城で行っております演舞でございました。はい。さあ、としえ様、なんと、としえ様の正面にとしえ様の内輪を開けたものがおります。よし、上げてよし、はい、よかった、気づいてくれた。いや、もうちょっと字のバランスあるじゃろ。おー、ええけども、わしらのこと知っておったのか、お主らは。知っておった。知った上でわしのうちわを作った。大好きだぞ、お前たち。あ、そんなことないじゃろ、さすがに。いやー、後で。どうだ、武将隊に入らないか。いえ、まだ年が若うございます。まだ若いか。さようにございます。今何歩ぐらいじゃ、年は。22、あと400年後にまた来い。はい、お願いいたします。ああ、いや、しかしながらすごいな。あ、どうした。あ、すごいですな、たくさん集まりまして。私、あの、土地家様の何誰が土地家様や、おい。土地家様じゃボケ。拙者が土地ってしまいましたな。うまいこと言わせよ。あの、うちは思ったものの牛をがっつり焼いております。なあ、おい、あの空間なんなんじゃって。あれ、どうした、その後ろに変なオーラ引きずっとるんかいな。どういうことじゃな。もっと詰めてまいれ、詰めてまいれ。ぜひね、前へとお越しくださいませ。ごめんなさいませ。さあ、日本人ならではみたいなのいらんぞ。日本人もどんどん前へ出てまいれ。さあ、ぜひね、前へと。はい、フランクフルト前へお越しください。フランクフルト。いや、フランクフルト。あ、そういうことか。KM の人はな、フランクフルト食ったら全員ニックネームフランクフルトになるんかいみたいな。焼きうどん言い出した途端に、なんか焼きうどんとかつくねとか、みんな開け始めたらな。おるしわしは貴様らの PR のためにここにおるのではない。下げいつくね。一応言うてやったほうがいいや。我々の大事な PR があるのでございます。大事なね、情報を伝えてまいろうということで、答えをやってまいりましょう。その通りだ。あ、台本だぞ。おい、分かりやすいな。いきなり台本だろ。台本に乗っかろうというなタイミングが見えたのがすごく恥ずかしいじゃないか。結構いい流れを作ったと思うんですけど、お三方準備よろしいですか。よいぞ。それではありますね、我らがキャラクターを務めまするキャンペーンはこちら。若者を狙う悪質商法は許しません。いやー、決まった。ありがとうございます。いやー、なんじゃろう。あの妙な汗をかきましたか。安いな、これ。違う。塩分の汗なのか、冷や汗なのか。冷や汗8割。冷や汗8割。いや、結構社会がね。塩分がなかったら、ここに立ちたくないというところ。はい、まあ、しかし、これ大事な情報がありましてですね。ありがとうございます。というのもですね、まあ、最近増えております、インターネット通販にまつわるトラブルであったり、ワンクリック請求であったりですね、マルチ商法であったりと、こういったですね、悪質商法に引っかかってしまうのに気をつけましょうというのにですね、はい、呼びかけるのがこたびの若者向け消費者被害防止キャンペーンなるものにございます。はい、ありがとうございます。皆様にですね、身近にどのような、トラブルが起こるのかというのを、一つ例に挙げまして、はい、今から皆様にお伝えしたいと思います。武将様、準備はよろしいです。さあ、今ね、武将様が身をもってやってくれますので、はい、武将様ぜひともね、それご覧になって。さようにございまする。じきじきにやっていただくんですけれども、はい、すいません、誰がどなたをやるのか、ちょっと説明いただきましょうか。準備に夢中だったわ、準備に。それでは、わしが緊張しだしちゃってんだから、こっちはお前。わしが身を挺して、じゃな、引っかかってしまう役をやってまいろう。はい、はい、ありがとうございます。清正自ら。では、わし、前田利家は、うん、そんなお主を騙す旧友の山田を。山田ですか。山田前田でいいんじゃないですかな、このお三人。前田じゃとお主がちょっと言いにくいじゃろ。まあ確かにそうなんですか。山田だと、みんなちょっと結構混乱するかと思うんで、山田でいいですか。もう山田又左衛門ですね。まあ参りましょう。まあ一応、あの、我々の、はい、あのキャンペーン特設サイトというのがあって、はい、インターネットでございます。そちらで動画が上がっていて、そちらには本物の山田が、はい、本物の山田、本物の山田です。山田っぽい顔したい。足が本物の山田じゃん。山田そんな怖くない。まあ本物の山田らしきものがおりまするゆえ、はい、あのこちら見ていただければどんな話か大体わかるというわけです。はい、お願いいたします。じゃあわしがその他。その他、その他、満を持して入ってきた割にはその他っていうざっくりとしたジャンルの中におしおるんじゃない。その他、重要な役割を果たすわけでございます。やもしれんな。はい、うん、では皆様、役作りを後ろにてお願いいたします。はい、お願いいたします。それではですね、題して名古屋おもてなし武将隊による虎の目にも涙悪質なマルチ商法の巻、どうぞ。
いや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 、日差しまぶしい。わしもついに手に入れたぞ、スマホ。友達の少ないわしもこれで友達を増やして、そして天下太平の世へまっしぐらじゃ。おお、早速やってまいった。数少ない友達がうちの一人。あー懐かしいの、昔剣術道場で一緒だった山田じゃ。清正君、おお、いやいや、すごいフランクだね、すごいフランク逆に怖いフランクだね。清正君久しぶり、会えて嬉しいよ。久しぶりでござる。えらい真面目だね、急に。さっきまであんなイエーイって言ってくれたのに。いや昔からこうじゃな、わしはな。そう、いやそんなことより、この服昔も着てなかった？ああこれか。まあわしは物持ちがええからな、倹約家であってこそ財もなせるし国も治められるというものじゃ。なるほど、そういうところ変わらないねイエーイすごいフランクだね、すっごいフランクだね、ありがとう。でもさ、おそれよりももっと簡単にお金が儲かる方法があったらそっちの方がいいと思わない？おう、実はさ、この間大学の先輩に絶対に儲かる投資情報っていうのを教えてもらったんだ。これなんだけど、会員限定の極秘情報、これにアクセスすれば絶対に誰でも儲かるんだ。本当はこれ会員の人にしか教えちゃいけないんだけど、清正君は昔からの友達だから特別に50万円で。50万ペリカ？違う違う違う、通貨が違う、通貨が違う、清正君通貨が違うわ。真的なうまさだ。聞いて、ま、聞いて聞いて、僕の話。なぜなぜ50万円。円か、円、まあ、円。そうそうそう、実はこれ一人の人に紹介すると10万円もらえるんだ。10万ペリカ。通貨が違う、通貨が違う、違う違う、円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 の価値が低いな。そう、つまり5人に紹介すれば元が取れて、あとは儲かるだけっていうことなんだ。清正君友達多いでしょ？いやそうでもない。いや多いと思うんだ。多いかな。だからきっと清正君はすぐに元が取れるよ。ですよね先輩。どうも山田の先輩の平泉です。平泉さんです。平泉さんです。加藤さん、いい話だと思うんですよね。絶対に儲かるって言うんですから。しゃがれてるな。平泉さんもこう言ってるんだから、僕たち友達だろ。清正君、山田は確かに昔の旧友じゃ。しかし投資情報が50万というのはいかにも高い。それにあの一緒につるんでいる平泉とかいうあの先輩なんじゃが、今時あんなツンツンな頭なのはロンドンハードコアパンツぐらいしかいないんじゃないかと思うんじゃが、そういうやつはだいたい失業保険で食いつないでいる結構貧乏なやつが多いと聞く。しかしながら国を治むるに銭は必要じゃ。断りにくいところもあるし、一つやってみるかの。とこのように、清正様は悪質なマルチ商法に遭遇してしまいました。マルチ商法では会員の契約や商品の購入など求められます。人を紹介すればするほどお金が入ってくるというこの仕組みにはまってしまいますると、お金だけではなく大切な人間関係までもが失われてしまう場合がございまする。さあここでですね、皆様に一つクイズをいたしたいと思います。はい、悪質なマルチ商法に引っかかってしまった清正様ですが、やはり考え直してですねやめたいと思った場合ですね、なんとですね取り消しできる方法がございます。マルチ商法で契約書の受け取り日から20日以内であれば契約解除ができる仕組みのことを何というでしょうか。はい、でこちら3択で参りたいと思います。1キックオフ。はい、キックオフ。2クーリングオフ。クーリングオフ。3カロリーオフ。カロリーゼロ。いやカロリーオフじゃ、カロリーオフじゃ。すまんすまんすまん。さあこの3つの中からですね、はい、答えが1つだけございます。はい、こちらの契約を解除できる仕組みのこと、この3択のうちどれかというのをね、はい、ちょっと皆様にもね聞いてまいりましょうか。はい、こちら聞いてまいりましょう。ではですね、はい、1番のキックオフだよっていう方いますか？キックオフだと思う方。あ、いませんね。はい、いませんね。では2番のクーリングオフだと思う方、手を挙げてくださいませ。はい、手を挙げてくださいませ。あら、多い。はい、多いです。さあではね、3番のカロリーオフだと思う方。はい、トシエ様大丈夫ですか？トシエ君の方々、カロリーオフでよろしくございますか？よろしいです。さあでは正解の方ね参りたいと思いますけども、はい、正解はですね、はい、
2番の、はい、2番のクーリングオフでございました、はい、クーリングオフ皆様大正解でございますね。聡明な方がね多かった、やはりはい、一部の方だけちょっとカロリーオフしてくださいませ、学んでいただいてね、はい。さあこちらのね2番のクーリングオフでございますけどもね、20日以内だとね大丈夫ということでございますので、さあではですね、先ほどね騙されてしまった清正様、その後どうなったかと申しますと、山田に誘われてやってはみたものの、やはりそんなにうまい話じゃなくて簡単には儲からないと、わしもクーリングオフがしたいの山田、なんて言ってんのかおかしい、クーリングオフしたいの山田最初に50万借りたら返せなくなって、どんどん借金が膨らんで残ったのは借金ばっかりねえ先輩、友達もいなくなり周りからの信頼もなくなり、すごい偉い目に遭った皆さんもこんな目に遭わぬよう何これてください、ね、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれって、はい、色つけすぎじゃろこれ真面目に伝えたいところヒクヒク言って何言ってるか全く分かんなかったの今台本にないからなそれ本当じゃぞ、はい、簡単には儲からないという気持ちを、違うじゃん、簡単には儲からない、まあ、うまい話はそう簡単にはないというわけでございます、まあ、伝わったであろう、はい、我々の話も、はい、はい、皆様気をつけてください。以上、虎の目にも涙悪質なマルチ商法の巻でした。よいしょ、ありがとうございました。いやしかしだなこれ、まあ、大丈夫かこれ、後半から来たやつらわしらを何者かよくわからんまま遠望見てないものからしたら大丈夫です、大丈夫です。武将隊ってこういうパフォーマンスするんだへーみたいなこれ消費者被害違うでね、はい、違います、ね、あのキャンペーンでございますけど、はい、ほんとじゃ、まあこれ今ちょっとひどい目にあったわけでございまするが、はい、確かに、うん、まあこれちょっとどうしたらいいか迷った時にはどちらに相談すればよいのかというのが、そんな時には名古屋市消費生活センターに行くと映像です。はい、はい、こちらですね、クーリングオフ先ほど紹介しました、こういったマルチ商法や訪問販売、エステ、塾、そのような、ね、契約にも適用されるのですが、まあ、いろんな、ね、場合がございますので、まずはですね、先ほど申しました名古屋市消費生活センターに相談するとええそうです。なるほど、お金関連のことだな。さようにございます。ちなみに清正よ、お、まあ、ここにおる者たち、まあ、まだ若い者たちも非常に多いということですが、こういったことに引っかかるのためには一体どうしたらよいのかという、お主からの助言を聞かせてやるという聞きたい。まあ今の時代はですね、まあ、インターネット、SNS の発達によってですね、身近に危険が潜んでおるというわけでございます。我々の時はこう背後に気をつけていればよかったわけでございます。さようじゃな、今はそういうわけにも参らんということです、うん、まず何か物を買ったり契約したりするときには正しい情報を入手するということが大事でございまする。まあ妙に安いですな、あるいはホームページ都市営様の顔が載っている怪しいサイト信じよう、そこはそこは信じた方がいいですか。わしこの犯罪のシンボルではないから。ああそうです、違う間違えました、間違えてよ、まあ、怪しいサイトに決してアクセスせずですな、そうじゃな、山田とかいう友達に誘われたからといって、まあ、安易にこう手を出したりしないというのは、今一瞬でこの場におる山田は劣勢に立たされたから何っつってあいつももしやみたいな話になる。じゃあ前田に変えときますか。やめておけどんどん劣勢のものが増えてきますから、どんどん増えていくわ、まあ安易な気持ちで始めないということが大事でございまして、うん、しかし、まあ、先ほどわしもちょっと申しました、ちょっと友達だと断りきれないこともあるし、確かにそう、うん、そういうこともあるかもしれないし、どうしたらいいか悩んだという時はキューマ名古屋市消費生活センターにご相談をと。キューマさん、トーマー、トーマー、あーなんだピューマ、ピューマ間違えました、どことのスポーツブランドもなるほど。さあということでですね、本日は一例としまして悪質なマルチ商法をご紹介いたしましたけども、他にもですねインターネット通販やワンクリック請求などですね関する悪質商法たくさんございますので、まあ、この後ですね我らが若者向け消費者被害防止キャンペーンのですね啓発パンフレットをお配りいたしますので、そちらもね手に取ってご一読願いまする。また写真もあるんじゃろ、うん、はい、写真も撮ります。場所はここではないのかな、あちらの方で、あちらの方で本日ですね、皆様カメラをお持ちでございましたら、我らと一緒に今清正様が今持っております、はい、看板ですな、こちらを持っていただいて写真を撮っていただく、そちらをですね皆様ぜひともね顔本 Facebook なんで上げていただいて、そして撮っていただいた方にはブラックサンダーを差し上げますゆえ、いいかお前たちただでぞ、ただです、写真撮るだけです、ただという話はちょっと気をつけた方がいいかもしれない何が潜んでいるかは分からない。ただ大丈夫、こたびのこのブラックサンダー、はい、なんとその表面の袋のところに我らが三英傑の写真が
印刷されておるというなるほど、信用が置けるというわけでございます。あえてここにいない3人の顔使っちゃおうっていうそっちの方が長通っておりますから こちらにな、はい、そうですな、我が主信長様、清正の主君秀吉、そして、まあ何でもない徳川殿というこの3名の写真がプリントされたブラックサンダー、こちらを皆さんに差し上げると。さようにございます。そしてですね、ここで一つ皆様に情報がございます。先ほど申しました山田の映像ですね、我らの公式サイトにて流れておると申したんですけれども、そちらの映像は今週の月曜日から配信になるそうでございまする。今週の今週の来週来週ですね、次の月曜日から配信になります。あと2日来週よ、ございます。土曜日日曜日の今週来週の話ややこしい、申し訳ございません。次の月曜日、そしてですね、その際に3週間にわたり、動画が公開されるんですけれども、1週目は信長様、2週目は秀吉様、はいはい、そして3週目家康様と順々に更新されますゆえ、また出ないこの3人、はい、こちらのお三方は出ません、ね、顔が通ってる方がいいかなと思いました。はい、皆さんぜひぜひそちらの動画ご覧になってくださいませ。泣けるわ本当にさあではこちらのステージもですね、そろそろ姉妹の時間と相成りましたので、はい、最後にですね、はい、皆様で勝ち度強化あげて、やばいやばいやばい、では平次郎参るい、あははでは皆の衆、ちょっと待って歯でええじゃろ、はははってごめんなさい、雑用しか使ってない、いけ刑事はぁ、よしよい、では皆の衆、なんで笑うと思う、右手の握り拳を掲げよう、間違ってるか、いや合っておる、合っておる、合っておるな、さあでは参るぞ、名古屋とここに集まりし南田の明るい未来を願って勝ち抜きじゃ、それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、皆さんありがとうございました。